防災の日は、政府、地方公共団体等関係書機関をはじめ、広く国民が台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、これに対処する心構えを準備することとし、制定された防災啓発デー。日付は9月1日。毎年、この防災の日である9月1日を中心として、防災思想の普及、功労者の表彰、 防災訓練等これにふさわしい行事が実施される。また、防災の日を含む一週間を防災週間として、様々な国民運動が行われる。都営バス、死ののめの乗り場の防災の日のポスター、防災の日は、1960年に内閣の閣議了解により制定された。9月1日の日付は、1923年9月1日に、 発生した関東大震災にちなんだものである。また、例年8月31日から9月1日付近は、台風の襲来が多いとされる210日にあたり、災害への備えを怠らないようにとの戒めも込められている。一方では、台風シーズンに制定されたことにより、台風や前線による大雨によって、防災訓練が中止になる事例も発生している。 防災の日が制定されるまでは、9月1日に行われる行事は、関東大震災犠牲者の慰霊祭が中心であった。しかし、防災の日が制定されてからは、全国各地で防災訓練が行われる日となっている。なお、1982年5月11日の閣議了解で、この防災の日の創設についての閣議了解は廃止され、改めて防災の日を呼び、 防災習慣が設けられた。ありがとうございます。